今までの趣味をなくすようなものだし、自由な時間ができたとしてどうしたらいいかわからなくなると思う。それにずっと夢や希望を見せてくれたものを手放すのって結構辛いことだと思うから。だから私は各側の人間にはなれないかな。あ、謝らないでいいって。むしろ結構聞かれるし。純粋に楽しめる環境にいたいって考えてるから、広められる側にたまたまいるってだけだと思う。話さないといけないことだったし、ちょうど良かったんじゃないかな。一緒のバイト先でバイトするのも楽しそうだよね。亮太郎くん、そこは仕事なんだから市場は挟まないようにしなきゃ。でももし一緒になったら、帰りは一緒に帰りたいな。ふ、私はいいんです。気にしすぎだって。びっくりしてないって言ったら嘘になるけど、面白いお父さんたちだったよ。付き合ってることを反対されてないみたいだし、先のこともいろいろ考えてくれてて驚いちゃった。私もバイトしないとな。亮太郎くんの負担にはなりたくないし。亮太郎くんは分かってないな。あのね、バイトに集中しすぎて私のことを放置したら泣いちゃうから。でも今のはお父さんたちの言い方もあったと思うけど、一人でいろいろ考えちゃってるよね。同棲するって言うなら、私もバイトして二人で一緒にお金を貯めていくのが普通じゃない？二人の未来なんだし、一人で抱え込んじゃダメだよ。亮太郎くんには私が頼りないように見えてるのかな。
そこだよ。もう一人で抱え込んでるじゃん。夫婦とは二人三脚って言うじゃない。お互いに思い合うことは当然として支え合わないとね。さすがにバイト先まで一緒ってのは無理だと思うけど、私もお母さんたちに話して4月からバイト探してみる。だから一緒に頑張ってこう。ちゃんと話し合って、いろいろ二人で乗り越えていこうね。